平気なふりして実は君いつも我慢してる。それが僕見ていられなくてわざと茶化すんだよ。取り留めないような夢の話をそっけなく所在なくあしらうよね。完璧な笑顔で僕がつまらないから。君が好きな音楽は何？もっと明るいやつ。行きたい映画は何？どこへ誘えばいい？君の答えを教えてよ。もっと知りたいのに。君といるはずの平凡な世界が未来としてあるのなら、手抜きの料理で僕は済ます。それなりに満足してる。なのに君見ていられないといつもバカにするんだよ。証拠にないような夢の話も遠くに飽き飽きしてる。しょうがないよね。変わり映えなくて僕がつまらないから。君の好きなタイプは多分もっと透かしたやつ。今夜もまた出かけるの？誰に誘われたの？君の答えは教えてよ。今度は間違えない。君がいるはずのパラレルな世界が未来としてあるのなら、君の答えを知ってるよ。もう何も言わないで。僕といるなんてありえない世界が来週もまた誘うね。さあ来週もまた誘うね。来週も